来週に。面白いな。来週に新メンバーが加わりました。ベテランチです。阿部です。マイチャンネルです。田村かえでです。嬉しいです。嬉しい。はい、見てたんで昔から。いつから見てる？え、本当に今井さんが小麦粉を食べてた時ぐらいから見てた。え、おお。5年ぐらい前。瀬野優香とやってた時。木下優香。あ、木下優香。瀬野優香。瀬野優香なんか深い帽子かぶってる港区女子みたいな。港区女子のことを教えてくれる。そうそう。妹って書いて瀬野って。あ、そうそうそう。妹だと思って。妹やと思ってた。バカにされるで瀬野優香。瀬野ブラ。瀬野ブラとかあるから。瀬野ブラ。瀬野さんがブラブラする関西のローカル番組になった。セノブラってあったよな。ないよ。あるって。セノー誰やねんそれ。セノーでおっさん。セノーが読めるようになって嬉しすぎてもうそっちは忘れた。これセノーやんって言ってセノーに熱中して。妹だと思ってました。絶対あるやん人生のどっかでは。あるな。妹からセノーに行った時。私今です。あ、遅いな。遅いわ。見せれた。見せれた？いや、視聴者にその瞬間。ああ、見せれたな。見せれてよかったっす。はい、聞き間違いって言ってね。え、もう最近の来週こういう感じで時に味方に立ち向かうことは恐ろしい敵に立ち向かうことよりも難しい。ネビルロングボトムに10点ネビルロングボトムに10点で俺マイナス1点。どうですか、加入できるわけですけど。まあ、奈良出身でもあるし。せやんな、うん、まあ、同じ68回生。おお、そうやんな。そうやんな。イケパラやん。え、何部やったっけ。バレー部。バレー部。フルート同好会にも入ってた。フルート同好会。フルート同好会。フルド絶対陰キャや。悪いけど、バレーとフルート同好会のやつ真っ白。真っ白やん、マジで。え、誰と仲良かったんやっけ、ナダンだっけ。ナダンの時は、俊太郎。俊太郎な。俊太郎な。うん、おったおったおった。春風亭俊太郎な。作業やのに出席番号1番になれたことで有名な。デニムの尻ポケットにでっかいペンチ入ってることで有名な春風亭俊太郎。何使うねんっていう。ちょっと正座で授業受けてたよな。え、落語やな、春風亭。へそに星がついてました。春風亭俊太郎。声を奪われたよな。最終の話に声を奪われた。トミカの機会に声を奪われた。そうなんや。春風亭俊太郎と仲良かったんや。仲良かったっす。で、そうか、一浪して東大入って。はい。もういいっすね。もう来週、なんで逆にじゃあ入れてなかったんやって話やな。うん、まあ、寂しかったっすね、普通に。忘れてた、ほんまに。え、今登録者何おるんやっけ、田村が。今 9.7 とか8とか。すごっ。前より増えてるやん。増えるやろ、お前。どんどん減っていくのも少ないんで、お前。ガツンと減ったけどな。おめでとうだな。同じ時期に減りましたね。え、31人飲み会した。しました。え、したあやなんが抱きついてる足の反対が私いました。あ、そうだ。そうだ、誰がついてんの。あれ誰やっけ、あれ。ソラチー。ソラチーか。ソラチーに2人くっついてた。え、右足に左足にあやなんが。小物すぎてまだ。あ、そうだね。映ってなかった。トリミングされてた。トリミングされてた。Google Pixelだけされてた。私はフワちゃん。フワラも消せるよ。もうじゃあ撮影とかも全然来れる。あ、全然来ます。週何回行ける。週6とか。え、おお、暇やな。助かるな。俺は基本ぶっつけ本番やけど大丈夫。俺の YouTube ってさ、ぶっつけ本番やけど大丈夫。かっこいい。マジで大体そうやな。かっこいいお前。なんやねん。え、どう、準備できない。かっこいいけど。これからですね。でも今んとこかなりいいかも。もうついてこれてるというか、うん、じゃあ収録で撮影できる68回生、個人の位置も伸びてる、はい、ってなったらもう完全にメンバーか、うん、なんか懸念とか聞いておきたいこととか。気持ち、あ、気持ち、うん、大衆に対する思い。いや、そう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 、笑うことが好きなので、笑える場に自分も参加したい。あ、みんなにも笑ってほしい。笑いを増やしていきたい。笑いを増やしたいですね。波紋となりたい。波紋の元となりたい。自分がポツンと落ちてワン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 って広がっていきたい。なんか山の中に静かな湖みたいなのがあったとして、そこにバナナみたいなのが落ちた時にポン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 笑いの南国の元となりたい。なるほどな。静かな森、南国じゃなくて。想像できなかったな、今。猿だらけやろ。めっさうるさいやろ、バナナが落ちるような森は。いやいや、珍しくね。え、なんか聞いときたいこととか。自分の得意なフィールドは。確かに。どんなフィールドに勝負できるの。お菓子作れます。マジでやんかも。あと、食べるのめっちゃ早いっす。海軍か。でもこいつらの方かな。いやいや、俺は別
に流行ない。いやいや。いっぱい食うだけで。早くもしようと思ったらできるで。もし、年間40本早食いしてくださいって言われたら、早食いもできるし。一郎な一郎みたいな。大食いにしてるだけ。えって、大食いな。いや、ちょ、やめてや、別に。俺がいっぱい食ってるわけじゃないんです。それ、俺がいっぱい食ってるわけじゃないやん。やめよ、俺。褒めてもないしさ。え、ちょ、やめてや、別に。俺、そんな食ってない。ちょ、やめてや。そんな食ってない。そんな食ってない。食ってないって。食いたいだけ、マジで。いやー、新メンバーか。もうやっぱさ、俺ら男子校出身の同級生4人で YouTube 撮ってたら、うん、もう日々プライドとプライドのぶつかり合い、うん、誰が一番面白いか、それだけをかけて戦ってるわけですよ、うん、もう今日結論出しとくか。マジの1位から4位までちゃんと順位決めて、え？段階する。階級制？どうやって決める？いや、お前わかんねえ。ちょ、別におもろないか。かっこよくなってまうから。かっこよくない。ごめんなさいな。一般的におもろさを決めるときってどうやって決めてるっけ？漫才とか。漫才え、4進2通りでってこと？うん。何勝何敗か。ってことやんな。うん、自分が関わってるペアが3ペアあって、うん、何勝何敗になるかみたいなことやんな。うん、まあ、ちょっとややこしいか。もうちょいシンプルな方がいいな。でもそれぞれが思う面白がやっぱ違うと思うんで。あ、確かに。でもナンバーワンは一つやから。だから誰のフィールドでも面白くなる人が。そうそうそうやな。なるほどな。一番じゃないですか。うんうんうん。あ、じゃあ、一人一個ずつ競技を作って。はいはいはい。このルールで一番面白いやつがそのセクションの1位ということになって、都合4セクション戦えば最強が決まる。もうおのずと決まってくるか。うん。もうじゃあ、この動画で終わってもええな、そうなったら来週な。ちゃんと準備がついて、結論が出る。せっかく入ったのに。そっからは各々で来週の意思を継いでいくっていう状態。コンテンツ力ないやつは新しい地図みたいに2人でやったらやめたれよ。2軍って言うなよ。新しい地図のこと。どういうランクなんやっけ。俺だからどうやから。でもドラマと草薙がドベやってるけど、ドベすぎてバーって票が集まっちゃって4位に繰り上げになってないけど、うん、五郎ちゃんにはもうすっごい深い溝があるから、どんだけ票集まってもわからない。え、でも五郎ちゃんも結構いろいろ出てない。五郎ちゃん出てない。本校しか出てない。東京 FM で変なラジオやってる。あるけどな、性欲とか出てたけどな。あ、採用の、うん、その性欲の話も映画出てたよな、そのラジオで。性欲見ましたっていう人をゲストでどんどん呼んで、ゴロちゃんを誘致するラジオ。久しぶりに出たから、嬉しなってもうて。そう、見たやつをめっちゃ呼ぶね。そうか、そうか。さあるな、結構そう考えたら、スマップって。だって、シンゴちゃんはさ、うん、シンゴママみたいなやつやってるしさ、うん、絵も描くしさ、うん、あと、こち亀もやってるよ。うん、でも、ゴロちゃんも結構。ゴロちゃん何も一本出てない。ゴロちゃん、本校で子供たちにゴロさんって呼ばしてるから。自分にさん付けさせてるだけ。ゴロさん。ゴロさんの一声でみんなが除霊するから。じゃあ、今日決めようか。え、それぞれルールは考えてきた？うん。じゃあまあ、聞かせてもらっていいですか？どうぞ。じゃあちょっとアプリ用意して。アプリ？ピアノのアプリ。ピアノのアプリ？一旦ルール説明して。ルール説明っていうか、もういきなりやりたいけど。いきなりやりたい。あ、まあ、ルール説明したら。ゲームの名前みたいなのはないの？ゲームの名前は、うん、面白音階対決。面白音階対決。面白音階対決。というのは、うん、おいよ、面白音階対決やろうや。いや、でも分からんて。やるけど、する一回みんなのためにな。別に俺はもう全部理解してるけど、一回な。面白音階対決しようや。うん、ピアノないから、スマホのアプリでピアノのやつ用意して、うん、まず奏でん。ピンポンパンポンって。で、その音階は何やったかを面白く言う。ああ、はいはいはい。音を出して、そう、これは何でしょうっていう問題を出して。問題っていうか、まあ、振り、それで振って、うん、今のはラソシファでした。っていうところで頑張って笑いを取る。ストロングスタイル。ストロングスタイルかな。分からんけど。はい。アナグラムみたいなことさ。うん。ドラミファソラシドを並び替えて、おもろい言葉作れんけど、まずはこの音で発表しよう。ああ、なるほど。じゃあやるか、その対決。はい、やりましょう。ピアノのアプリじゃあちょっと用意しますか。うん、ピアノ出せた。これどれが。これをえどうやってやるの？続けだから本気じゃないやつやってみて。うん、面白くないやつでいいから。いきます。今のはファミシーです。おもろいと思う。これで一番面白いのを出した人が優勝と、うん。弾き方でもあるからな。ファミシーっていうか押すテンポとかも。ああ、なるほど。言葉に響いてくるから。じゃあやっていきましょうか。やっていきましょう。それでは面白音階対決スタートです。じゃあ今のターンからということで。いきます。うい。今のはシレットーです。うん、おう。ターンを終了します。はい。ではいきます。今のは
アセモです。違うよ、パシミやったよ。いや、アセモじゃパシミや。おい、加減にしろ。アセモ。いやいやいや、パシミ。おい、面白チャンピオンやん。まあ、別にええよな、今。面白い。ルール通りでは戦ってるやん。ルール通りではないけどな。ルール違反やけどな。じゃあ、やりまーす。はい。レ？ドレとドレ？すごい。達人よ。いっぱい鍵盤覚えてるのが武器になったね。お前だけめっちゃ不利やね。ピアノやってたから。お前？三人とも？やってた。俺習ってた。いや、俺もやってた。そうなの？そんなことリオやん。なんで？逆やな。逆やとして。はい、いきまーす。今のはレララミドレードです。すごい。お前すごい。俺のやつと田村海津のやつの間や、うん、そのあるやつとないやつの間や。お前な、うん、レララミドレード、すごっ。だからそういうことやりたかったやつ俺も。俺そういうの想定してるから、これが分からへんねん。ドレミファソラシド、ドレミファソラシドが分からんくて頑張って並び替えればいいんすよ。いや、まあもういいよ、終わりよこの大会は。潔明らかにお前が最下位やったんだ。もう終わりです。終わりやんな。まあさすがにカベス優勝か。うん、面白かった。おお、じゃあ第一種目何でしたっけ。面白音階対決。面白音階対決、優勝は OOO ですね。 OOO 面白音階対決 OKT OOT やな。優勝はカベさん。すごい、おーおはようございます。おーすごい。主任。主任か。主任か。カベ主任に昇格。あ、そういうこと。1個昇格したね。昇格した。平社員から次カベさんにしますか。はい。何の競技で戦いたいですか。お笑いの原始始まり。オリジン。オリジン。オリジン弁当。オリジン弁当。オリジン弁当。ベンベンベン。ダジャレを。ダジャレを。ユニークやな。一番基本。一番面白い一撃。まあでもなんかテーマトークとかしながらがいい。ああ、なるほどね。じゃあテーマトークして、うん。まあ数どっちがいい。まあでも質ちゃう。最強の一番面白いダジャレ言ったやつ。あ、じゃあもう潜んでてもいいや。潜んで一撃ボーンでもいいや。うん。いいや。で行きましょう。オッケー。じゃあトークテーマだけ。トークテーマ何にしようか。絶対お前そっちのトークの方でめっちゃおもろいこと言ったら完全。ダジャレの邪魔なるからなお前。おもり？分かった。ぶち壊しやから。抑えるわ。抑えなお前。まあ、どうしようかな。ほんまじゃあ休日何してるかとかですね。あ、いいな、いいね。うん、で行こうか。うん、あ、ごめん、身が。ごめん、身入れた。身なんや、今の。身出た、今。身出た。お前、ケツの方から身出たんや。うまっ、早っ。すごっ。ダジャレ王や。ダジャレ王かも。これでええんや。そこね。ああ、そういうことか。いや、もうか。かなり上見てたわ。そっちか。しゃがまな、しゃがまな。あ、ほんまにそうやろ。はい、すばろ。やろうや。出てこう。すごい。出てこう。ほんましんよ。え、休日どういうことしてる。でも結構マリオの対戦とか見てますね。え、マリオのどれ。一番最初の DS のニュースーパーマリオブラザーズってやつのマリオでニューマリの対戦で、ニューマリ見てニューマに笑ってるんや、うん、笑ってます。なるほどな。マリオで好きなキャラはってね。ワリオ。ワリオや。カラワリオ。カラワリオ。カラワリオ。誰マリオとカラワリかけて。カラワリ。マリオとカラワリかけて。ダジャレやん今。何の辞書に載ってること。カラワリ知らんの。カラワリ調べたら出てくる言葉。カラバリ。カラワリ。空終わる。カラバリエーション。空終わるでカラワリ。カラワリ。なんでわかんない。ああ、知らんくなったんや。カラワリ。カラッと揚げたカラス付きの唐揚げをブラックカラーのカラスに盗まれた。周りに卵の殻が置いてあった。体にいいからだ。ダジャレ言いすぎて喉カラカラ。それなんだ。これ俺が昔解決通りの作者の原豊宛てに送ったダジャレ。そんなやつ優勝やろ。乗らんかった。でもさ、俺絶対おかんが悪いと思ってさ、全然早口言葉やろ。どうやったら晴れ豊かに送れんのって聞いたらさ、うん、宛先に晴れ豊かって書いて出したら届けてって言われて、それで出したんやけどさ、届いてへんやん。絶対に届いてへん。届いてへんやん。おかんに騙された。休日そういう感じだったんや。うん、そうそう。小さい時の俺の最後の休日に戻そうとしてる。何でもええねんか。何でもいいんすか。何でもいいよ。なんかあの机の上に乗ってるカリカリしたやつ何ですか先輩。あれ何ですか。あれイヤホンなんだよ。いや本当に。ちょっとさ、こいつストロングやな。こ
こいつずほどドリブルするなデフォルトの位置からドリブルしてガシャレにしてるとかとか帰ってくるすごいなとかですね01やなフローできないからフローって何グルーヴ電気グルーヴピエール滝が捕まると同じの西成のフロー車あ、フローで、あ、フローから行ったんや、お前グルーヴとフローに1個ずつ電気グルーヴとフロー車はやめやめろ、灰色のダシャレばっか言うのお前なやめてくれ笑った、笑ったもう笑った今日出そうやったなんかが出そうやったのに笑った、電波立ったっていうの思いついたけど何言わんかったなんと止めるとか止めてるからうん、偉いな海行きたいないや、海とか行きたいよなうんザバーンってな、波がこうダーンってくるやんうんその波見てたらさ、波やなって思うおい、なんか言ってくれやおい、ザバーンとかから行けそうやったやろなんかあったやろいや、だから海もええけど、うん、森林浴とかも結構いいあー、めっちゃいいですね木がいっぱい生えてるとこ、やっぱその涼しくって日光が直接当たらんねんけどフレッシュな感じはするというかマイナスイオンがすごい出てるなんかあるよこれマイナスイオンが出てるんやけどそのマイナスイオン浴びてるとすごいマイナスイオンってお前ちょっといいかもごめん冷たくてな、うん、いい水温おもろあるのかいだから最後の思いついたら今出た休日平日と違うことしたいじゃないですかそうやな、うん、やっぱディズニーランドとか、うん、それなんか遊びに行きたくて服部平日でやっぱディズニーランドいろんなことあるんですけど何がいいってやっぱシンデレラ城とかドリブルしてるな噴水とかがやっぱ噴水もそうやな水が出ててめっちゃいい、うん、まあでもシンデレラ城の噴水に足りないものってなんだろうなって思った時に、うん、まあいろいろあると思うんですけどお母さんと喋っててでお母さんがカニじゃないって言って確かにへぇ伏線全部いらんかったいいの出せそうやったのにシンデレラ城なんでみんなこれで優勝したくないんやこの前俺はユニバー行ったんほんならさ、うん、あの今知ってる任天堂のエリアがあるんだよ、うん、そこ入るとこがさマリオの土管になってんのすごいな土管やーと思ってこれ爆発したらどんな音すんのやろと思っておどんな音すんのやろと思って、うん、ほんならちょうど思ってる時に爆発したんその土管が爆発した時の音がバーンバーンっつってくっそどっかんやと思ったのにでその売店でバイデン大統領が打ちたよなそうだなその時間の無駄が聞こえないえ時間の無駄だけおさちんおさちんおさちんかえちょっとまんまシンプルはだっこやシンプルはだっこ嬉しいちょっと似てないそれ行くんかと思ったな文字におさちんおせちポテロングポテロングおおせちんこもう一回言った取り返したポテロングに譲り渡した席を OK 俺の場所だじゃあ次ダジャレ言った人で終わりとしますえ何でもいいんですか何でもいいですナオトインティライミをティラミするティライミするえそっちそっちかってティライミ最後大事にしてくれティライミ終わりなんかこいつがもっと出すかと思ったなんかむずかったむずかったっす優勝でも一応決めなあかんからな優勝もまあ俺かうんベテランチかな、うん、じゃあ優勝ベテランチうんありがとうございますえ、これ何がいいと思う役職管理職管理職管理職主任とじゃあ管理職うんすごいし、伝説じゃあ、うん、次の種目いきますかいきましょうあ、じゃあ私かいいですよ泣くって面白いので誰が一番早く泣けるかこれやな、これ対決になってんだからこれいや、泣くって面白いなるほど絶対スタートって言って、おのおの頑張ってそれぞれのコンテンツとか見ながら泣き始めるってあもう M1 すごいな何分にする制限時間一応10分俺マジで正直秒やと思ってる作戦みたいなのあるいつもすぐ泣くからなその特定の動画見たらどういうのが泣く去年の阪神が優勝を決めた試合の大山の犠牲フライ名シーンよマジで泣けるあれそれどういう先制したんやっけ先制したんじゃない、うん、先制して3-0かなんかで勝ったんじゃんその後テルモ打つっていう犠牲フライを見て泣くうん、うん、えカベスはでも俺今一旦 iPhone 封じられてるから撮ってるからなまあ誰かの靴下家具とかそっちでやんこやんもうでもしゃあないもうだってそのコンテンツがないからそうか
かもほんま目かっぴらくか。どっちかでありだ。物理涙。うん。物理涙。確かに。回数は。私はワンピースやっぱ好きなので、ワンピースの中で一番好きなのがサンジで、うん、サンジが活躍したホールケーキアイランド編の。おもろ名前。読むと大変なんで流れだけで泣けます。ジャンプラにあるこの1個のサムネとタイトルで中身を思い出して効率よく。なるほど、思い出し泣きか。オーブンが海温めるとことかな。あ、そう。オーブンが海温めるシーンあんの。オーブンがこうやって突っ込んで。ワンピースおもろ。え、どうやって泣きますか。俺は死んだおじいちゃんのことを思い出す一本。おお。子役の泣き方だ。じゃあ泣いていきますか。じゃあ制限時間10分ということで、うん、それぞれスマホとか用意してください。なんで俺秒やと思うけど、目にモンスター入れたら泣ける人役。準備できましたということで、ズシタと、うん、ワンピースとの流れ、おじいちゃんと犠牲フライということで、では用意スタート。うなんか臭いけど泣くほどではないかも。臭いで泣けることってある？アキラ、ずっと見てるぞ。おじいちゃんや。お前最近飯食ってるかい？風邪ひくなよ。そんな臭ないって俺のおじいちゃん。クソ、お世話になりました。あれ？サンジや。サンジもいます。え、無理かも。ちょっと目開けんのに変更しよう。目触り合う？お互い。目触って泣くのが面白いか。面白さは競ってないもんな、ね、今、うん、目開け続けるわ。ドレスローザに行きます。え、それなしじゃない？え、俺もそれやったシーン変えたんやけど。変えていい？お前1回目の大山の犠牲フライであかんかったら2回目の大山の犠牲フライ無理や。ずーっとこれ巻き下ろしてみたいんだけど。なんで行けると思ってた。他の阪神行きよ。檜山引退とか見ていい？檜山行きそのミコライオからホームラン打った時の。クライマックスシリーズで檜山の最終打席ボール際にバコーンってホームラン打った時な。これでもなんかマートンがめっちゃ頑張って出塁するとかなんかそんなんで一緒にマートン見て。いや、おじいちゃんと見てたわや。ああすごいすごい。それ言ってたもんな。2010年の阪神があんなに面白かったのに、おじいちゃんと一緒に見とって優勝できひんかったから阪神ファンやめたの。いや、そうや。こんなチーム応援してても、もうダメ。おじいちゃん優しかったんですか？優しかったよ。わしが見たら負けるからわしも見ひんねんって見てなかったんやから。優しい。長っ。10時間ぐらいかかるぞ。絶対泣けないけどな。泣けるけど。俺結構気出したぞ。何してるの？マジでメーカー化してる。確かにウルウルしてる。いや、ガチで来てる、ガチで来てる、ガチで来てる。すごっ。ああ、やばい。頑張りたい。開けた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 。あっ、あ、すごいすごいすごい。完全に壁勝利。いや、救われたな。救われた。救われたドローやな。いいえ。救われたドローやな。じゃあ最後の種目いきますか。今じゃあ壁2勝、僕が1勝、0勝0勝。やばい。まあもう優勝は俺か壁にほぼ絞られたという。せやな。この形になりますが、僕が考える一番面白い人を決める競技は雑談です。すごい。うわ、すごい。後半。10分15分ぐらい時間決めて雑談して、もうフリー何言ってもいい。うん、うん、だってもともとそうやったんやから。 YouTube の動画が回ってなかったら雑談しかしないんやから。俺らが4人集まったら多分、うん、飯食いに行って雑談してるだけや。そこでおもろいやつがおもろいわけ。なるほど、うん、雑談して一番笑かしたやつ、これが優勝。いいや。それでは雑談します。用意スタート。スタートしました。揃っています。競馬の始まり方。競馬とか見に行く？あ、見に行きませんね。何見に行く？普段普段見に行くもの。お笑いとかたまに見てたの。どういうとこ見に行ってんの？鳴る劇とか。鳴る劇な。鳴る劇どこにある劇？西新宿。西新宿な。あるある。上に立とうとしてるだけ。西新宿マジである。もっとマイナーな地名知ってんねや。南阿佐ヶ谷。変わんな。千川。それお化けフォーク投げるんじゃない？千賀の側や。ちょっと待ってや、予備校によって出してる回答違うんやけど。チリとかでしかないやろそれ。 A やは D 側な。 A やは D 側。イラワジ川のこと。イラワジ川を A やは D 側書いたりとかなするやつ。発音が違う、うん、発音違うで言えば田村かいもな。田村かいっていう。ああ、まあかいって言われますね。あれんやろ。俳句に入るときは田村かえやしな。田村かえびっちょりびちょり濡れ雑巾。ひわるひわるな。ひわるな今の。喜ぶような曲読み上げられた。田村かえみんなの粘膜買い占めた。めっちゃ笑ってる。ええんか。笑ってるだけです。
カレーが動いてるな、どっかで。誰が粘膜を買い占めてるんだーやな。正しさとは、愚かさとはのやつですか。愚かさ、違う。あ、違った。これあれ、飲酒運転のグループ。I got a dealer。 あ、そうそう、I got a dealer。 城島が I got a dealer。 それ何？オドの踊る。アドの踊るな。オドええよな。アッセイワとかもええもん。ウドのアッセイワだろ。ウド山形県民が選ぶ山形の顔1位ウド鈴木やって。で、2位中野拓夢。野球人ですか。球人って OB の言い方で言うよ。ヨガなちゃうねんから。OB やなぁ。野球人最後あるな、野球人としてみたいな。最近どう。最近どう。パスタ巻いてる。パスタはいはいな。パスタあんま巻いてないですね。何巻いてるの最近。巻いてるのは、あ、でも基本的にパソコンの調子最近悪くてそれが嫌ですね。え、巻いてへんやん。もうすごい、すごいトーク。すごいな、空中戦やん。おるわ、巻かへんやつ。巻かなかったっすね。おるわ、それおんね。俺大腸巻き直したね。キュッてした。小腸かもな。え、こうやって小腸やるんですか。どうやって巻くんですか。そう、なんかドラムみたいなの巻くんや。え、そのくじ引きみたいに。そうそうそう、ガラポンで。ガラポンと仕組みは一緒やから。確かに。すごいトグロ巻くうんこ出るんじゃない。いや、違う、コロンってその色が出るってことやな。そう、何色が出るか。昨日何色やったの。昨日は金。すごく昨日出ちゃったの。昨日出て。え、なんでそのテンションで入れるんすか。大将ないが結局商店街みたいな。金なんか出てる。金出るのも3000円商品。あ、そうなんすね。そうなんや。すごい。ハワイとか行けへんねや。最近どうですか。なんやろな、最近あったかなってきたの。夜まだちょっと寒いよな。夜まだ寒い。なんかね、夜まだ寒い時ってさ、羽織るよな。羽織る。体調悪くなっちゃいますか。いや、だからこれとかさ、夜用よな、結構。いや、まあでも昼苦しいよな。誰も狙いに行ってないけど。喫茶店行ったら寒かったりとかな。ありますね。冬さ、わからんやん。あったかい格好して行ったらさ、途中で暑くなってくるやん、うん、電車とかなんかまた脱がなあかんかったりするやん、暑いから、うん、でも混んでるから脱がれんかったりするやん。それでも俺、ギャーって叫んでるの、電車でいつも。やめや。あれ俺、あれ俺、電車にたまにある、あれ俺いますね。全部俺、ありとあらゆる俺。ご苦労様です。もう服の気温で言ってたんですね。そうそうそう、服がもうイライラして。結構白髪のイメージあるけどな。ヨーヨー見たら黒い。白髪見えるけど、当たり方で結構照明強いっすね。遠目に見たら白いかもしれんけど、ヨーヨー見たら黒い。髪染めた。あ、そう。え、染めた染めた染めた。茶髪にしたよ。染めたの。お前、うん、なんで染めたんですか。気がついた。いやいや、だから気分転換。気分転換のありよとせありますね。お前そこに合流してどうすんの、うん、ここにはもう合流するな今の。考えてみろ、うん、気分転換のでマリオどうせありますね。二人でお前わけわからんとこ乗り上げてんねん。お前ここサファリパークや。どうせやん。いいですよ。でお前のジープがな、変だな、見向きもするべきじゃないな、うん、分かったって。動物にな。見向きもするべきじゃない動物なんかおらん。左に曲がろうと思ったら早めに曲がっちゃってシューンズボンってなっちゃってんの。そんな例える必要あった。え、サファリパーク行っただけでなんかジープに最初から乗ってたし。前のジープが一番乗ってたし。サファリパークって曲がり間違えるような速度で運転してない。だから並んでるところがあるからタピオカ屋かなと思って並んだら、そうそうそう、宝くじに並んでる人たちのとこだったみたいな。この売り場で何回1等が出たからなんやねんっていうところにバカみたいに並んでる。そう、あの宝くじ売り場の人、下半身縛り付けられてるらしい。あ、そうなんですか。あの売り場の人、あんな狭いとこでさ、よくさ、ずっと売ってられるなと思うよ、うん、縛り付けられてるらしい。でも帰るときは外してもらえるって。今出る。そんな縛りつけてへんやん。でもあのボックスに下から入るらしいな。え、ニューンって。ニューンって。なんか秀逸な例えみたいやな。ごめん、カテゴリーだけで行かしてもらったけど。すごいな。例えツッコミで例え出てきた。英語激しいツッコミ。そう、お前。お前、言わな。内容言わな。機械なボケ。すかし。暴言。暴言。暴力。動画全体を視野に入れたメタ寄りの発言。号泣。おずる。お前先に一番面白い。ダジャレ。大号泣。ストロングスタイルのダジャレ。ダジャレ。ダジャレ。いっぱい言った。ダジャレ。ダジャレ。正常ばっさり。ダジャレ。正常ばっさり。珍しい人。こいつお調子者かと思ったら結構するだけど言うやん。マジで古風な芸人。あ、そうやな。正常だもん。好きやもんな。うん。古風芸やな。古風芸。古風芸。バイキングの古風芸。BKB ちゃうんですね。BKB か。BKB やろ。古風芸じゃないか。BKB! 早っ。終了。拍手。拍手。暴力。注意注意。前回求めた感想を。はい、ということでね、雑談終わりましたけど、誰が優勝や。でも印象に残ってる下りってことやんな。何も覚えてないな。疲れだけがある。でもあれやな、壁さんはよう、ハテナの形の意味見つけたな。
え、どういう意味だよ。旦那がどっちだよ。ようあんな鋭い意見出したな。まあまあまあ、そうね。これがなったらしいな。そうなんや。形なんや。うん、いや、誰が優勝やろ。まあでも、田村海津ではなかったか。申し訳ないけど。ちょっとちゃうかったかな。違いますか。あれおもろかったかな。急にサファリパーク行ったやつおもろかったの。いや、おもろかったな。え、俺じゃ。でもその、俺のツッコミが面白かったかも。最初にジープ乗ってたで。でもそれは結局俺がずっとさ変なとこに乗り上げてたからさ、結果的にその後から突っ込まされてたっていうことも取れるんだから、俺が基本運転をしててっていう。運転してるやつが一番偉いか。これドライブの時はな、2番目がガソリン代出してくれるやつな。これがドライブやったら運転してるやつに1点あげれるような。話題をドライブしていたのは開通じゃん。開通かパス出した気がする。じゃあ優勝は、え、やった開通。おめでとう。え、ほんまほんまか。マジでそんなことない。早くないんだよ私あんまり。遅いんや。遅いっすね。あ、だから遅ジープだ。遅ジープ。何ジープ？サファリパークにいる時ぐらいの遅さ。ジープや。えらい燃費のいいジープですね。なん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 、ずっとジープの話してえらい燃費のいいジープですね。京都市や。やばい、皮肉えぐい。はんなりしてきました。はんなりとした皮肉えぐい。じゃあ2点1点1点0点ってことで、これからも加部さんお願いします。いきます。ありがとうございます。敬語使いや。これから来週としてどういう方針でやっていきましょう。泣きと音階でいくか。自分で。これからの来週は号泣ピアノ、号泣ピアノチャンネル。号泣ピアノチャンネルや。うん、目かっぴらきながらピアノ弾いて泣くって一番いいところで弾きながら泣いてみた。どういうこの意見。反対のすごい意見。下が喋んなよ。動画のオチとなる一言。感謝。ずっこけ。暴力。いろいろ出してくれよ。いろいろ出せって。新しい暴力。